だと誰も近寄ってこないように。どうした、そんなに慌てて。大変なんだ、力を貸してくれ。ヒュドラ相手に突っ込むとは。例に男ができた。そうだ、だったんで四六時中つけてみたら、知らない男と宿屋に入っ、ま、それストーリー、仲間が心配なんだ。頼む、わかった。おお、話せるなカズマ、これ取っとけ。直接乗り込む気じゃ。用意周到じゃなきゃ長生きできない仕事なんだぜ。壁が薄いから気をつけろ。おま、それストーン。あなたは貴族だし冒険者相手に。身分の違いなど百も承知。でも攻め欲しいんだ、戦場的なやつを。ダメなやつじゃないか。とぶっ飛ばしてくるわ。おい待て、とりあえず心を戦場しよう。本物かよ、許せねえ。押してやりやい、部屋はラスト。逃げ出すんじゃねえぞ。もちろんだ。前の写真を撮ったのだろう。あっけやい。つい夢中になってしまった。あなたが僕の部屋に。あ、なんだこら、文句あっか。覚悟しろよ。貴族だからビビると思ったら大間違いだぞ。いいか、ここにいるのは二人の男、それ以上でもそれ以下でもね。え、あのね、あの今日は何もなかった。